どうも、気持ち悪いほど顔は緩んでるシャルルです。はい、Jリーグ第6節水曜日のナイター開催、清水ホーム群馬ウェイの試合のレビューっぽいやつやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今季2勝目は料金星って書いてあるけど、多分これ白星だね。大金星に引っ張られてると思ってる自分がいます。今見て思いました。はい、そんな感じで今回も行っていきましょう。はい、お互いのスタメンです。はい、うちから言うと、はじめさんがベンチ外、多分休みじゃないかな。怪我とかっていうのはあんま聞いてないけど、まあそこはちょっと次で分かることかなと思うんですけど、で川上エドちゃんがリオが契約更新で出れないんで、まあその辺の関連でって感じですね。でユリアが、初ベンチ入りってところで、はい。で清水は土曜日に浦和との試合があったんですけど、まあそっちは当然なのか分かんないけど、まああれですね、サブ組でやったんで、こっちはほぼスタメン組って感じで、まあリーグ戦でだけで言えばそんな変わりはか、そんなっていうか変わりはないスタメンでしたね。はい、では忘れないうちに言うと、もう忘れてたけど、画像すべてスポーツエリアさんがあれです。概要欄にリンク貼っとくので、よかったら見といてください。はい、試合結果3対1で群馬の勝利。まずは25分からこっちから見て、ペナルティーエリア内左でいいところでフリーキックを得られて、ファーサイドのハツさんがヘディングで決めたってところですね。まああんだけフリーにさせてもらえればハタさんは決めてくれるでしょうってところです。はい、まあ清水のマーク問題っていうよりかはハタさんが剥がすのうまかったんじゃないかなって感じのところで、ナイスシュートでしたね。佐藤亮もナイスキックでした。はい、まあでもその2、3分後に清水が、まあ、内がうまいところで奪って、タキちゃんがパスを出そうとしたところ、それをあれだね、インターセプトされてしまって、そこから速攻って感じで、まあタキちゃんのパスがちょっともうちょっとずれてればああいうことにはならなかったと思うんですけど、まあそこが合わなくて、まあそれでショートカウンターっていうよりかは普通にカウンターってところで、まあ速攻で山原選手のシュート性のクロス性のシュートどっちだろうね、がクッシーのところまで行って、クッシーがちょっとファンブルしたところにリサロがいたってところですね。はい、リサロとは J3 の北九州時代からの付き合いなので、良さとかなんか知ってます。はい、嫌いですいい意味で嫌いです。うまいです、あの人本当に。まあそこにいたリサロがいいかなってところで、まあクッシーはちゃんとうまく取れてればってところでもありますけど、あそこにいるリサロがうまいってところですね。はい、で2点目もその数分後に、川上エドちゃんからまあ、パスで長倉が個人技で突破したところをクロス入れて、フリーの佐藤亮が決めたってところで勝ち越しゴール。はい、で前半それで折り返して、後半の8分かなに、またもや佐藤亮のキックから、クロスから長倉が押し込んだってところですね。まあ相手の手に当たりながらだったんで、まあ確認中が誰オンゴールかってところが確認中長かったですけど、長倉のゴールが無事ついてよかったなってところです。はい、まあ8分3本決めたんならまあまあいいとこじゃないでしょうか。支配率も 7-3 でパス数も相変わらずってところで、まあ群馬らしいといえば群馬らしいんでしょうけど、まあこの辺を勝ち切れるのはでかいですよね。うん、うちらしい感じなのかな。もうちょっと支配率を高めて動かしたいところも見たいけどね。はい、まあ清水からすると20本打った中で1点しか取れてないっていうのは、まあなかなかやっぱり決定力の課題なんかなって感じはしますね。こっちが中で絞ってた中で、まあ怖さはなかったよねって感じです。はい、単純に一辺倒で誰かがなんかサイドで切り込んだりっていうのがあるだけでも、うちとしては全然怖かったなってところはあるので、まあそれでも1点決めたところのやつはすごい見事だったと思います、あの山原選手。はい、怪我でちょっといなくなっちゃって今後は心配ですけど、はい、ってことでゴール期待値、まあ 0.77 ってところで、まあうまく3点決めれてよかったなって感じですね。でこれ前節の仙台と立ち上がりがかなり似てたんで、まあ、相手にずっと握られてるっていうのはかなり似てたんで比較するんですけど、まあ、本当に仙台戦だと前半は何もできなかった中で、清水戦は前半の本当に中盤から、まあ、少し解決策を見出せた中でうまく得点につながったんかなってところです。はい、まあ、後半で監督の指示を仰ぐ前に誰かがこうやってできれば違ってくるかなって感じはしますね。はい、で個人スタッツ、はい、クッシーはシュートセーブ、エリア内セーブ5と2の7ってところでいいですね。まあ、片手でうまくゴールを
うまく弾いたところの前半後半で1本ずつありましたし、まあさすがだなってところはあります、うん、なんかコメントで記者からのインタビューで、まあシュートを1点で抑えたのは見事だったんじゃないでしょうかっていうので、クッシーがそうですね、よくそこ書いておいてくださいって言って面白かったなと思ったんですけど、はい。で佐藤亮は、まあ、全ゴールに絡む2アシスト、1ゴール2アシストってところで、まあ、見事だったと思います、はい、パス数の成功率も、まあ、ボールが握れてなかったんでパス数は少ないですけど、その中でも、まあ、パス失敗数が5っていう考え方で、まあ、見事だったと思います。やっぱりこの人の足は必要で、合計4アシストで J2 のトップになったような感じの表記が出てましたね、はい、嬉しいです、はい。あとはもう一人天笠、まあ、ボランチはやっぱりこういう試合だと目立ちづらいけど、やっぱり全体的にうまく動いてくれて、まあ、助かりましたってところです。はい。時に、だからミスがなかった分、誰かが目立つところもなく、攻撃陣が目立って、まあ、みんな取ったし、それで、ディフェンス陣も体張ったってところで、ボランチがやっぱ目立ちづらかったですけど、こんだけ動いてるってところはやっぱりみんな知っておくべきかなと思います。風間兄も、結構動いてくれてよかったと思いますよ。はい。まあ、うまいところでボールを刈り取ったっていう、まあ目立つところはなかったですけど、まあボランチだとしょうがないけど、まあ仕事はちゃんとしてくれて、中盤のコントロールはしてくれたんで、まあ今後どんどんなんだ成長していってほしいなってところですね。多分栃木連じゃ83出てくるんじゃないかな、怪我とか聞いてないから、まあそこでまた期待かなってところです。風間兄もね、久しぶりのスタメンでなかなか元気っていうか気合が見られましたんで、まあそこも両方とも期待ですけど、誰が出てきても勝てるようにってところで、はい。総括、まあ、日程の関係、まあ、清水が連戦の始まりってところもありましたけど、うまく勝てました。一人一人が最後まで走り抜き、2点リードしている中でも中を絞る集中力、強度は素晴らしかったと思います。落ちなかったのはとても良かったと思いますって感じです、はい。それに加えて要所要所でこの技術、まあ、佐藤のクロスとか山中のドリブル突破もありましたけど、まあ、そこは準備していたものが出てきたと思います、はい。まあ、こういう試合の後は本当に大事になるので、勝って兜の方を締めようということわざがあるように、気を引き締め直して連勝に向かってほしいところですね。まあこの辺は栃木のプレビューでまた言うかなと思うんですけど、うん、まあともかく多分ほとんどの人の予想を覆した点差、まあ群馬の勝利だったかなと思います。まあウィナーも3対1って見たらなんか6400円ぐらいの払い戻しがあるときで、もうマジかと思って入れた人いるんかなと思いながらそのなんだツイッターのツイート見てたんですけど、まあまあともあれ日程の関係とかもやっぱり何度も言いますけど、ある中でしっかりと準備してきたものが出てて、まあ勝てたのは良かったと思います、はい。プレーオフの手前までは来てるので、まあプレーオフ入ってもうちょっといい感じで進出できたらなって思います。はい、こんなところで8分かかっちゃった、7分ぐらいで収めたいんだけどね、ちょっと喋りすぎたね、はい。ってことで、はい、また栃木のプレビューでお会いしましょう。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。おスライス。